も JR 東日本仙台駅をご利用いただきまして誠にありがとうございます。仙台駅にお集まりの皆様にご案内申し上げます。まもなく7時ごろよりこちらの仙台駅2番4番線ホーム特設会場におきまして仙石東北ライン出発式を執り行わせていただきます。どうぞこちらの会場にお集まりください。 JR 東日本仙台支社では本日5月30日よりダイヤを改正いたします。東日本大震災による甚大な被害を受けた仙石線が本日5月30日より青葉通駅から石巻駅間全線で運転を再開するとともに仙台から石巻間を東北本線と仙石線を結び最速52分で運転する新たな直通サービス仙石東北ラインを開業いたします。仙石東北ラインは環境に優しい新しいハイブリッド車両 HBE-BH0 系で運転します。本日は仙石東